チェルメリュ鉄道は東部スロバキアコシツェ県にあるスロバキア国鉄の狂気鉄道線。正式名称はコシツェ子供歴史鉄道で子供鉄道またはコシツェ子供鉄道とも呼ばれる。旧チェコスロバキアで初めて開設された子供鉄道である。起点のチェルメリュ駅終点のアルピン化、駅社会主義時代の1956年に開業した路線は コシツェ市一区西外区郊外のチェルメリュ渓谷にあり、全線が2級、道路547号線に並行している。基間は1000ミリゲージで、路線長は4.2キロメートル。チェルメリュ駅、ウプレート停留場、アルピンカ駅の3駅があり、起点のチェルメリュ駅に車庫がある。路線は、スロバキア国鉄が所有し、非営利組織の市民協会、コシツェ子ども鉄道が、 車両を保有管理と列車運行業務を個室接種交通企業株式会社が補選と乗車券販売業務を行っている。民主化後は一時子供による運営は行われていなかったが市民協会移管後の2012年から子供の運営スタッフが復活した。現在は4月下旬から11月上旬まで週末を中心に運行されていて市民協会では将来 通年運行を行う方針を示している。他の国鉄線とは連絡していないが、市街中心部の見えるバス停留場とチェルメリュー、街道沿線を結ぶ DPM 系の路線バス14番系等で、連絡バスを運行している。片道の所要時間は22分。市民協会への運営移管前の2011年、現在の運賃は6歳から15歳までの子供が0.5ユーロ。 15歳を超える大人が1ユーロで6歳未満の幼児は無料だった。鉄道労働者の幼年育成を目的に個室の国鉄 OB やチェコスロバキア国営自動車交通、個室市交通企業の主導で1955年4月17日に着工。翌1956年5月1日にチェルメリュピオニエル館が開業した。 1973年から1975年までの3年間は運行を休止したほか、1986年から1987年にかけて大規模な路線の補修が行われた。民主化後の1990年には子供による運営は取りやめとなり、連邦制解消後後後はチェコスロバキア国鉄からスロバキア国鉄に移管された。 さらに2001年のスロバキア国鉄上下分離に、伴い鉄道企業大株式会社が、車両を保有管理と、列車運行を、個室接種交通企業株式会社が補選を呼び、乗車券販売を行う運営体制に移行した。開業50周年の2006年春、洪水で前線に被害を受け、復旧工事のため、同じ1000ミリメートル期間のスロバキア国鉄タトラ、 電気鉄道から保線用、ホッパー貨車一両が移籍した。2011年には、鉄道活性化と地域振興を目的に、ZSSK から車両と列車運行業務が市民協会、個室子ども鉄道に移管され、2012年から市民協会による運営が始まった。同時に、社会主義時代と同様に大人のスタッフの監督のもと、 子供の運営スタッフによる運行が復活し、運行期間は、従来の5月1日から9月中旬から4月、下旬マイナス11月上旬に拡大された。さらに2013年には、路線名を、越して子供歴史鉄道に改称した。機関車は開業以降、タンク式蒸気機関車、U35.104 と U36.004 の2両が所属していたが、 1965年に、ディーゼル機関車 T29.002、T29.003 に置き換えられた。さらに1991年7月、現存するチェコスロバキア最古の蒸気機関車として、チェコスロバキア国鉄スピシュスカーノバーベス機関区で、保存されていた U36.003 が、国鉄チェスケーベレニツェ機関区での復元工事を経て、 配属され、かとかの愛称を与えられた。同期は東鉄道から約20キロ西方にあった、ゲルニツァスモルニック鉄道向けに1884年に申請された蒸気機関車で、チェコスロバキア国鉄編入後、第二次世界大戦前後に一時フロンスカーブレズニツァ、バンスカーシュチアウニツァ鉄道線で使用された後1949年に復帰。 1965年の動線廃止後、所属のスピシュスカーノバーベス機関区が保存したものである。U36.003 は、ボイラーの不調で1993年以降、使用できなくなったものの、1996年に、再び、チェコ鉄道、チェスケーベレニツェ機関区で、修繕工事を受け、同年5月7日に復帰した。2017年には、 蒸気機関車 U29.101 が入選した。1957年に KD ソコロボ国営会社が製造した産業用蒸気機関車で戦前のドイツの産業用蒸気機関車の設計を流用して戦後、KD がチェコスロバキア国内向けに約1000両を製造したうちの1両である。同期はチェコパルドゥビツケンジャンベルク氏の露天掘り鉱山で、 使用され、廃車後、地元ジャンベルク市の旧式機械技術博物館で保存された後、2016年に同館で復元工事を行ったもので譲り受け、入選時に U29.1 の形式が与えられた。客貨車は、客車5両と環球車2両が在籍している。いずれも19世紀から20世紀初頭にかけて、 国内の 1000mm 基管鉄道向けに製造されたものを復活させたもので、客車は U36.003 カトカと同じゲルニツァスモルニーク鉄道線で、関係者はフロンスカーブレズニツァバンスカーシュチアウニツァ鉄道線で、それぞれ使用されていたものである。2013年5月25日に開かれた子供向け演劇イベントに合わせ、これらの客車、 関係者にもすべて愛称が付けられた。ありがとうございます。